さっき話したよな、もともと国民学校の校長先生がね、スパイ容疑の疑いかけられて殺さった、日本軍に殺されたんです。それはその校長先生とは非常に町民からは信頼されていた、立派な先生だった。ただ耳が遠いということで、まあそれが多分日本軍との何かいさかいになったんでしょうね、ですれ違った日本軍に言われてね、でお前はスパイだと言って銃殺されたの。でそういう噂が出たので、戦後終わってからこれが本当だかどうかってはっきり分かったの、事実だった。私はそこの娘の会った、その人も82歳です今、事実なんです。だからそういうことも事件とあって、アメリカと日本軍だけじゃないですよ、日本軍がインテリの人たち特に狙われる、学校の先生とかちょっと外国の英語ができる人とか、そのインテリの人はね煙たがられるわけだ。だからしかし煙た軍隊に言うことはっきり言わない、素直に従わないところがあったりするとやられる。だからね、例えばこういう人もあるんですよ、私の経験じゃなくていろんな沖縄の戦の記録の中にね、方言使ったからってあるでしょ。それは僕の経験はないけど記録にあるね、インゴを使ってると、日本語でないインゴを使ってるから自分たちの理解できないものはインゴだから、これスパイだと、そういうことも誰かが言ってるね。だからそういうこともあったらしいんですよ、事実。だから戦争の問題というのは、本当は軍人は住民を守らなきゃいけない。例えばヨーロッパあたりでやる場合はね、住民と軍隊を分けるんですよ。住民は住民のところ戦場から離すのが普通の軍隊の務めなんです。人を殺すだけじゃなくて、住民をいかに戦争から外すかということをヨーロッパでは戦場でやる。ところが沖縄戦の場合は巻き添えにしてしまった、そこが問題ね。だからそれでこれだけの人が住民が一度に犠牲になったんです。3分の1ですよ、大変ですよ。まあ、そういうことが地上戦というと、沖縄全国の中で沖縄だけ地上戦があったので、それはもう戦争というよりは戦闘ですよと、殺し合いの状況ですよと、無差別ね、殺人みたいなもの、だから理性を失ってしまう。だからここで皆さんは最後にて一番大事な点はね、自分のね頭で自分自身で考えて判断できる人間じゃないといけない。国が言うからとかね、国の方針だからって言って無批判にね従っていくのは一番良くない。だからどういう状況の中でも自分で考えて自分で判断できるようにきちっと勉強することだね。で時のトップの人たちが言いなりになったら大変だよ。だから抗議してるの。だから判断力がみんなないわけだ。それが正しいものだと思い込んでいたの、正しいものだと、そういう思想教育だったりね、僕らもそうですよ。一番自分の夢は陸軍の大将になることだってね、そう思ってたの。それが一番問題なんで、そう思い込ませてしまった全部、子供も大人も。だからこれからの時代は幅広い情報を入れて、自分で判断して行動できるような
間になることが一番大事だと。一つの方向性にね、押し流されたらこういうものを全体主義って言うんだよ、うん、全体主義ね、そういうならないように知性的な人間になっていかなと思いますよ。それはちょっとさっき言いの忘れたけども、一番大事だと思って最後にね、うん、一番大事なことは自分の力で、うんうん、ああそこ言ってよ。あ、取れてますかね。まあ、特に、まあ、皆さんに伝えたいのはね、戦争っていうのはね、テレビで見るようなものじゃないんですよ。で、戦争っていうのは他の本土の日本本土の戦争と違うね。沖縄戦は地上戦って言って地上ので戦うわけだ。戦争っていうのは軍人と軍人が戦うもんなんですよ。ところが沖縄戦っていうのは地上戦だから軍人も住民も無差別なんです、ね、無差別。そうするとそこではね、もう軍人と一緒に動いてるわけだから被害も大きいわけです、ね、だから普通戦争というけど沖縄の地上戦に関して戦争という言葉へじゃあ当てはまらない。戦闘なんです。戦闘要するに目と向かいながら殺し合う、殺すの死んでいくの見えるわけですよ。ところは空から爆弾を落としたか軍艦から大砲でぶち込むとかそれは相手見えないわけね。破裂するのが見えるよ。人が死んでいくの見えない。ところが沖縄地上戦っていうのは戦争という概念じゃなくて戦闘、殺し合う、戦う、闘っていうのはその闘争の闘ね、殺し合う、これがね見えるわけですよ。生きている人、死んでいる人が、まあこういう状況であるから戦争というのはその沖縄の住民も15万の人間が犠牲になった。犠牲になったというよりは犠牲という言葉よりはね、殺されたと言った方がいい。キールですよ。犠牲というのは非常に抽象的でね、なんだけど殺されたんですよ。当時の沖縄県民のね3分の1ですよ。15万人言ったら。だから戦争のある軍人でない市民たちがね、15万も3分の1も殺されたんですよ。この犠牲という言葉よりは殺されてた方が正しい表現です。で、そういうなんじゃない戦争っていうのは兵隊と変態が戦争するんです。住民は戦争してないんですよ。だけど巻き込まれたんです。犠牲になった、巻き込まれた。そういうね、それが地上戦なんですよと。で、もう一つやっぱり生き残った人たちもね、自分の家族を失って親が死んだり、ね、そういったところの人たちも深い傷を持ちながら今生きてるんですよ。みんな心の深い傷、兄弟、親は死んで深い傷を負って今もその心の痛みを感じている。そういうね、まあでもね、日本の軍隊はね、沖縄住民を守らなかった。実際本軍が沖縄の住民をスパイ容疑で殺す。それだけじゃなくてね、もうそういう状況の中ではね、沖縄住民を追い出して、豪華から追い出して食料を取ったり、そういうことをしていたんですが、決して日本軍は住民を守らなかったですよと。それはそういう状況になるんです。
いいですか、ここが問題なんですよ。アメリカ軍も日本軍も戦そういう戦闘状況の中では人間が人間でなくなるんです。理性が働かない、判断能力がないのですから、自分を守るために誰であろうと殺したりするということはね、あの人間が人間でなくなるというのはそういう意味なんですよ。完全に理性を備え、コントロールできない、ね、そういう状態に陥るんです。だからそれからするとあのどんな戦争でもね、正義だとか不義だとかないんですよ。人が人を殺すことにね、大義も何もないですよ。だから戦争は人間が人間でなくなることですよと、そういうことを皆さん理解しないといかんやと、ね、だから戦争っていうのは悪だということをね、絶対に戦争はさせない、悪な行為だから実際戦争に結びつくものを否定していかなきゃいけないっていうのが、まあ皆さんに伝えたいことです。で我々はそのなぜ日本がアメリカと戦争したかというと、アメリカが勝手にやったんじゃないですよ。日本がアメリカに戦争を仕掛けたんですよ。真珠湾攻撃ですよ。真珠湾攻撃というのは宣戦布告しない、相手に戦争布告しないで闇討ちする、それが真珠湾攻撃、これが太平洋戦争の始まりですよ。だから日本が仕掛けた戦争なんですよって、それをね、日本人はまだ理解して、若い人たちがアメリカが勝手に戦争してると思ってる、とんでもない、日本が仕掛けたの。でそういうことをまず理解するということで、日本国の軍国主義だからね、国のためとかね、それから天皇のためとかね、国益のために戦争するんだと、だから皆さんも協力せと、こういう教育なの。まあその結果がね、さっき言ったように、まあ、沖縄の地上戦が、まあ、要するに、まあ、地獄みたいな修羅場になってしまって、あの人が人であちこちにもう。